この動画は日本版未実装内容のネタバレを含みます。皆様お待たせしました。レベ別に待ってねえし、今後半年に出る星6キャラの簡単な紹介と取得おすすめ順を紹介します。なんで？なんで？無課金や微課金で全ての星6を確保するのは難しいって人が、課金効率よくプレイを進めるための参考にするためです。再生数が取れるからって言えよ。では早速いきましょう。左から順に登場順に並んでいます。日本版は順番が変わるかもね。配布キャラは入っていません。赤い縁取りのキャラが限定キャラで、その下にいるのが限定スカウトでのダブルピックアップの片割れです。限定キャラは2人だね。番号はそのキャラを確保する優先順位です。また荒れそうなことを。全員が確保できないなら仕方ないね。注意事項ですが、星6キャラですので番号が下のキャラでも弱いってことはありません。突然注意事項が始まった。今回は限定キャラという要素を考慮せず、キャラ性能だけで優先順をつけています。限定取らなくていいの？僕は限定優先派ですが、限定を取らなくてもいいって人もいるので、限定を優先するかどうかはそれぞれのプレイヤーが決めてくれればいいかなってことにしました。つまり限定を確保したい人はこの紹介を無視して限定を取ればいいのね。はい、順番はあくまでも僕の個人意見です。この順番は僕のプレイスタイルに大きく影響されています。プレイスタイルって？主にテーレア攻略で、クリアが難しい時に少数の高レアを入れています。つまりコンビネーション性能よりはそのキャラ単独でどれだけ難所を切り開けるかが重視されています。タクシンスカジの評価が低そう。要はアタッカーが優先されがちってことです。では順に紹介します。まず1番のティフォン、狙撃の波状射手でロサと同じタイプです。スキルには攻撃力アップと2体攻撃確率スタンで、スキル2回目を発動すると効果が永続します。ソンズみたいなやつだ。スキル3は敵をマーキングして追いかけ、その周囲に連続でダメージを与えます。かなりのダメージが出るので、まさにボスキラーといった感じのスキルです。素質で防御無視や足止めもあって、かなり強くて使いやすいです。僕ももう攻略に何度か入れていますし、中国の動画サイトビリビリでも高い頻度で見かけます。今後の活躍が約束されている。使うのは主にスキル2ですが、自分で持っていればスキルの切り替えも自由なので、ぜひ確保したいキャラです。次、2番目はこのキャラ、ビルトゥオーサです。最近紹介動画を出したエシダメージを与えるヤバいやつです。しかも限定キャラ。補助の新職分で敵に術ダメージと元素ダメージを与えます。元素ダメージとな？詳細はここでは省きますが、新しいダメージタイプを指していると思われます。気になる人はビルトゥオーサの紹介動画を見てね。素質で攻撃範囲内の敵全員にエシダメージを与える上に、ご丁寧に毎秒 0.2 秒の足止めもついています。足止めしてエシダメージをたくさん与えるようになってるんだね。現状耐性を持っている敵はボスを含めてもおらず、攻撃範囲に入りさえすれば実質確定ダメージで敵全員をバリバリ倒せます。今の映像もアタッカーはビルトゥオーサ1人しかいないね。パッと見でわかるくらいの強さを持っていて、ビリビリの攻略にも登場していました。限定キャラなので僕の攻略では使っていませんが、そうじゃなければ多用しそうです。ビルトゥオーサにしかできないことがいっぱいありそう。次、3番目はこのキャラ、デーゲンブレヒャーです。敵で見たことある。ここは4番の威嚇イグゼキューターと迷いました。つまり4番は同じくらいってことだね。デーゲンブレヒャーは前衛の剣豪、つまりチェンやアイリーニと同じように1回の攻撃で2回ダメージを与えるキャラです。それで何がそんなに強いの？スキル3での威力、殲滅力が高いです。なんかたくさん攻撃して敵がいなくなっちゃったみたいな感じです。よくわからんけどスキルが強いのか。まさに同じ職分のチェンやアイリーニのスキル3のような感じです。なるほど、じゃあアイリーニでいいのでは。スキル3は自動回復なので、敵がいない間もスキルが溜まるのが優位です。ふむふむ。続いて4番目、威嚇イグゼキューターです。発音しにくそうだね。威嚇イグゼキューターは前衛の連撃士。連撃って読むんだ。知らん。知らんのかい。ラプルマと同じタイプの星6キャラです。ラプルマの星6なんて強いに決まってるじゃん。そう思って使うとなんかパッとしないなって印象です。ただモジュールをつけてからが本領発揮で、素質の発動確率アップや防御無視追加で火力を出せるようになります。つまりモジュール前提のおすすめ度ってことだね。そうですね、僕もモジュールをつけてから攻略で少し使いました。でも攻略が終わってからモジュールを外してみても、やっぱり同じように攻略できる。不思議不思議。次はこのキャラ、威嚇エイヤフィアトラです。限定キャラ来た。あのエイヤがなんと医療になりました。アタッカーじゃないキャラが来た。職分は放浪医、つまり神経ダメージとかを回復できる職分です。
ハニーベリーとかと同じやつだね。放浪医特有の広い回復範囲を持っていて、スキル3では回復範囲がフィールド全体に広がり、HP も元素ダメージも強力に回復して、効果時間も長いです。雑に強い医療、と言えるかもしれません。攻略で使った？限定キャラですし、僕の攻略動画には出てきませんが、持っていれば回復が楽になるキャラ、と言えると思います。ふむふむ。次はこのキャラ、ヘドリーです。ねえねえ、医療に負けたアタッカー、今どんな気持ち？対立煽りやめなさい。ヘドリーは前衛の銃剣手、防御力がゼロな代わりに、HP と攻撃力がバカ高い職分です。攻撃力が高いなら強そうなのに。防御力がゼロなので、被弾には気をつけないといけなくて、特に狙撃手に弱いので、使いどころが難しいキャラです。HP が多くても、意外とあっさり倒されたりします。火ダメが大きいと、回復もたくさんしないといけないしね。そうですね。一応フォローしておくと、スキル3は毎秒 HP が減るけど、攻撃すれば HP がぐんぐん回復するので、被弾はあまり気になりません。あと、素質で 18% の加護がついてて、術耐性18と同等とも言えるので、術攻撃に対してはちょっと強いです。そのうちヘドリータ手が来るかも？続いてはこのキャラ、ビビアナです。あ、また敵で出てきたキャラだ。これは術師ですね、わかります。残念、前衛の術戦士です。どうしてだよ。素質、スキルともに防御によった性能をしていて、エリート敵やボス敵を攻撃した時に、確率でシールドを貼る能力もあります。順当な強さのキャラだと思います。爆裂魔法はないの？残念ながらありません。だから順位が下なんだよ。術攻撃前衛なので、順当にいろいろなところで使えますが、逆に、ビビアナが欲しいって場面になってないです。ふむ。もし画期的な使い方が見つかったら、評価が変わるかもしれません。次はこのキャラ、威嚇スワイヤーです。一人だけ夏の海に来てるみたい。特殊の強小人、つまり、3秒ごとにコストを3消費する、チェイアリーと同じ職分です。モジュールで維持費が安くなるよね。はい、モジュールはあります。維持費を消費するからには、それなりの性能があるはず。実用的というよりは、遊びによっている感じでしょうか。輸液部の人は入手しましょう。どんな感じのキャラなの？スキル発動時と、スキル効果中に維持費を消費したとき、スキルで使う金貨を1枚獲得します。金貨？姫様の風ゲージみたいなもんです。ジョニーのコインの方が知ってる人多そう。でもコインは時間で回復しないからな。で、金貨が増えるとどうなるの？その金貨を消費して、スキルの効果を発動します。スキル1だと、周囲の味方を回復。お、ジェイみたい。ただ、金貨の補充が3秒ごとなので、単体医療よりも回復間隔がちょっと長いです。そっか。スキル2は金貨を消費して、シャンパン型の地雷を周囲の十字範囲に設置します。ブルジョー。これは実用性がありそうですが、維持費を払ってまでやるかといえば、って感じかな。維持費がネックになってる。スキル3は金貨を最大10枚までチャージできて、1枚ごとに敵を相当の力で押し出します。つまり、最大10回同時に押せるってこと？そうなります。じゃあ、敵がめっちゃ飛んでいきそう。はい、動かせる敵は、って飛んで面白いんですが、アークナイツの強制移動の使用上、押し出す力は足せないので、1回押して全く動かせない重さの敵は、10回押しても100回押しても動かせないんです。ということ？じゃあなんで動く敵はビューンってなるの？足せるのは、動き始めの速度なんですよね。例えば、1回押して10キロの速度が出るとすると、10回押せば100キロになります。でも、重い敵は押しても速度が0キロなので、10回押しても0キロのままってことです。つまり、もともと動かせない重さの、例えばボスとかを動かして戦況を操作するとか、そういうことはできません。これまでできなかったことができるわけじゃない、ってことね。はい、でも動かせる敵はめっちゃ動くので、輸液部向きってことです。なるほど。あとは素質1で、維持費を消費するたびに攻撃力が上がります。これは据え置き向きの素質なので、高速再配置とは、ちょっとシナジーが悪いです。素質2では、倒された時にコストを消費して復活します。あ、コストがあれば無敵。ただ、発動するたびに必要コストが倍々に増えていきますので、何度もすぐ倒されるような、苛烈な環境だと、あっという間にコストがつきます。復活は強いし、さすがに代償も大きいね。2、3回復活すれば良い場面なら使えるかもです。お嬢様はお金の使い方が派手すぎる。ちょっと長くなりましたが、威嚇スワイヤーはこんな感じです。特殊は既存に同じようなキャラがいないから、長くなっちゃったね。では、最後にこのキャラ、威嚇ジェシカです。威嚇キャラ多いな。ジェシカが、重装の召喚英士になって登場です。召喚英士ってなんだっけ？重装だけど銃で2マス前まで攻撃する、リスカムと同じタイプです。ジェシカの周囲4マスのどこかに、機動盾を設置できて、
その盾で敵をブロックして防御したり、盾を置いた方向に配置方向を変えたりできます。お、配置の向きを変えれるんだ。起動盾が撤退すると元に戻りますけどね。一時的に向きを変えてスキルで火力を出すというのがやりやすい使い方でしょうか。それのどこが弱いの？別に弱いとは一言も言っていませんよ。他の星6キャラとの相対評価です。耐久面は重装なので防御力は高いですし、起動盾でのデコイやブロック増加、スキルで防御アップや 75% 回避もあり、ちょっとテクニカルだけど重装です。火力面は？火力は通常時はそうでもないけど、スキルを使えばそれなりに殲滅力が出ます。じゃあ攻防ともに高い感じ？そうですね。そうなんですが、どちらも突き抜けてはないので、攻防とも7、80点はあるけど、それぞれ100点のキャラが他にいるって感じかな。ギアオビンボーってことか。聞こえ悪く言うとそうですね。あとはビリビリでもジェシカを使った攻略を見かけてないです。ちゃんと探さないから。いや、どのキャラも探してないですが、使用例の多いキャラはおのずと出てくるんですよね。ムリナールとか。ふむ。というわけで、今後半年の取得おすすめ順と簡単な紹介でした。まとめると、1番と2番はぜひ取ってほしい。絶対取れと言わないあたり、幽竜チェーンやムリナールに配慮している。3番から5番はいたら良い場面が出てくるでしょう。6番以降はまあお好みでという感じでしょうか。最初に言った通り、順位が下のキャラも弱いわけではありません。この中から少ししか取れないとしたら、こういう優先順かなという話です。はい、ではこれにて。ご視聴ありがとうございました。